リリー・フランキー、リリー・フランキー、リリー・フランキー、1963年11月4日帯は、日本のマルチタレントで、イラストレーター、ライター、エッセイスト、小説家、絵本作家、アートディレクター、デザイナー、ミュージシャン、作詞家、作曲家、放送作家、演出家、ラジオナビゲーター、フォトグラファー、俳優など、非常に多種多彩な顔を持つ。 本名、中川雅也。福岡県北九州市小倉生まれ。所属事務所は、ガンパウダー有限会社。武蔵野美術大学卒業。身長、174センチメートル。体重、62キログラム。血液型、B 型。ペンネームの、リリーの由来は、大学時代の友人と、あまりに仲が良く、周りの友人が、この二人に対し、バラと、ユリ。 ローズリリーみたいと名付けたことから、また、カルチャークラブのボーイジョージが好きだったことから、自身も男だか女だかわからない、日本人だか外国人だかわからない謎めいた名前にしたいとの理由で、フランキーを後につけた。作詞や作曲をする際は、エルビス・ウッドストック、エルビス・ウッドストックというペンネームで活動している。ロックバンド、東京ムード、パンクスのボーカル。 福岡県北九州四国らに生まれた後、5歳から中学卒業までを、福岡県倉手郡宮田町、県宮若市、高校を大分県別府市で過ごした。高校生から一人暮らしをしていた。大分県立芸術短期大学附属緑川丘高等、学校を卒業し、武蔵野美術大学に進学する。ファミコンに熱中して10年したため、卒業に5年を要した。 卒業制作もファミコンのプレイ映像だった。24から25歳の時に初めて連載を持つ。以来、頼まれた仕事はすべて引き受ける。断る理由がないの精神で、ピーク時には約30もの連載を掛け持ちしていた。物理的に不可能となり、締め切りに間に合わず、よく連載を落とした。1991年に、 シシドルミのラジオ番組の構成を担当した縁で、シシドの楽曲制作に携わる。これが、音楽関係の仕事の足がかりとなる、アルバム、プンスカ、1992年でシシドと共同作詞、インディーズアルバム、セットミーフリー、1995年で作詞を4曲、作曲を1曲担当。以後、リリー・メグのデビューシングル、おやすみでの作詞作曲を、 はじめ、サディスティック、ミカバンド、小ノ瀬正雄、藤田恵美、高見沢敏彦など、数多くのアーティストへの作詞提供をしている。かつて、千葉県鴨川市の鴨川グランドホテルにて、約1ヶ月間バンド出演していた。ファンクラブ会放にイラストを描いていたのが縁で、1994年1月25日に発売された森高千里のシングル CD。 ロックンオムレツのカバーイラスト &PV アニメを担当した。1994年から1999年まで雑誌ピアシ上でアッパレ、B 級シネマを連載、後に日本の皆さんさようならとして刊行されるし、広く知られるようになる。2003年、福田和也、竜美里、坪内雄造との共同編集で帰還の文芸誌、 EN タクシーを創刊する。同志の創刊号から4年の歳月をかけて、母親との反省を綴った、自身初の長編小説、東京タワーを勘と僕と、時々、おを連載。2005年に単行本が不走社から発売されると、泣き顔を見られたくなければ、電車で読むのは危険などの口コミで、200万部を突破する、大ベストセラーとなった。同作は、 全国の書店員が最も売りたい本を投票で選ぶ本屋大賞2006の大賞も受賞。さらにはテレビドラマ化、小畜による映画化、舞台化がなされた。出身地である福岡県内の書店ではリリーの単行本を買うと漏れなく彼のイラスト入りブックカバーがついてくるというキャンペーンが行われた。2006年3月30日ソフトオンデマンドが主催する。 AV オープン、あなたが決める。セルアダルトビデオ日本一決定戦の名誉総裁に就任。10月25日、アン・メグミとの音楽ユニット、リリメグがお休みで CD デビュー。もともと J-Wave, t r ニュ e ンズデ a の番組内で、リリー・フランキーの弾くギターに乗せてアンが歌うという、企みから生まれたユニットで、フジテレビ系、振動本兄弟や、テレビ朝日、 ミュージックステーションにゲスト出演したこともある。同年、雑誌、キング、講談社の総監に携わった際、総監記者会見で自分が総監に関わる雑誌は2年以内に廃刊されることが多い、と発言した。その後、キングは、本当に休刊となった。子供の頃から大の読売ジャイアンツのファンである。日本美女選別科協会元会長、総野球チーム。 ヤングジャイアンツを主催。趣味は、寝ることであり、講師共に認める遅刻は、ベストの状態で活動したいからという理由かららしいが、ベストな状態で勝つ時間内に間に合ったことは、本人いく今までに一度もないとのこと。相手を見下しているというわけでなく、常に遅刻をするので、尊敬している、長島監督と会う時でも自分は遅刻してしまうだろう、と語っている。実際、 井上陽水との対談でも遅刻している。カラオケにミュージシャンと行った際、相手の持ち歌を歌唱するのが多いという。尊敬する人物は松田優作で NHK 教育、シルを楽しむ私のこだわり人物連中において彼に対する思いを熱く語った。いい男を書く際に、基本的に松田優作を真似て書くようである。矢沢永吉のファン。 矢沢の I Love You オーケー、OK、もカラオケでよく歌唱する。ナンシー関のファンであり、コラムなどで大きな影響を受けている。生前のナンシーに自分の版画を彫ってもらっている。ナンシーが急逝した際、直後にリリーとの対談が予定されていた。スナック喫茶絵展で共演したノースリーブスを押しており、ラジオで理想の娘は高見なと公言している。トークでは、 下ネタが多く、テレビ出演ではそこだけがカットされているという。テレビ出演時には、三浦淳と一緒に購入した、ラブドールを彼女として出演させている。ラブドールは、リリカという名前で、ラジオでは、声でも出演したことがある。一時期、正式なペンネームを、リリー・フランキー・ゴーズ・トゥ・ハリウッドや、リリー・フランキー・ジェット・シティなどと語っていたが、これらはあくまでも写楽である。 文章を書く際は、遂行や書き直しは、一切行わず、またイラストを書く際も、下絵を書かず、一気に書き上げるのが特徴。東京タワー観光後はエッセイをはじめとする、文筆関係の仕事をほぼ行っていない。連載している、ポップリの目次ページには、数年にわたり、リリー・フランキーの陳道中へ日記は、筆者とにより救済させていただきます。と記載され続けていたため、 俺は読者からどれだけ大病していると思われているんだと自重していた。2012年のポップイリニューアルと共に連載を再開したが、掲載回数は2014年は4回、2015年はゼロと掲載されている方が珍しい。独特のタッチの絵で知られ、特に絵本作品、おでんくんはアニメ化され、天才ビットくん、NHK 教育テレビのアニメコーナーになっている。 また、リクルートの不動産情報雑誌、住宅情報のテレビ CM にも、自身の自画像がアニメキャラクターという形で出演している CM 自体がアニメのみで制作されているため、また、歌手、小山博士作のシングル、ホームのジャケットをデザインしている。東京都福生市福生にあるディスコの壁には、リリーが描いた巨大壁画がある。この壁画は、 マックス主演の V シネマ、レーテイコマックスの中で少しだけ見ることができる。また、杉並区公園寺にある書店の看板にも、リリー直筆のイラストが描かれている。また、長野県塩尻市のラーメン店には、リリー描き下ろしマスコットキャラクターがある。2001年の、モ獣、ジュ VS 一寸法師、石井テルを監督にて、俳優デビューと同時に主演デビュー。映画、ぐるりのこと。 の演技が高く評価され、2009年に第51回ブルーリボン賞、新人賞を最高齢、5歳で受賞。これが広かずに徴用されており、そして父になる以降の監督映画のほとんどに起用されている。福山雅治がリリーのファンであることを公言している、2008年当時、福山雅治のファンクラブ会放に漫画を連載していた。 本人曰くを仕掛け、とのこと。リリーのラジオ番組に、福山がゲスト出演、2004年に1月したことがきっかけで、友人となり、一緒にイチゴ狩りに行くほどの仲となった。アルファの MC であるツボイとは、親類関係にあたる。正確には、ツボイの母親とリリーが、いとこの関係。2005年度、2006年度、2008年度、2013年度。 2015年度、2016年度、2018年度、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。